目指せポケモンマスター、ジハリー・タカシです。今日使うのはフリーザ、ガラルフリーザですね。俺、ガラル山頂の中でこのガラルフリーザが一番好きなんですよ。で、型としてはアシストパワー型。で、アシストパワーは自分の能力上昇してればしてるほど火力が上がるという技なので、ダイジェット積んだり、瞑想積んだりして、能力上昇させつつ、アシストパワーの火力を上げて殴る型。で、こいつ空振り保険持ってるんで、暴風を素で打って、外したとしても、素早さが2段階上がって、アシストパワーの火力がもうさらに上がっていくという、まあ、暴風を外しても得をするという方のガラルフリーザでございます。で、ガラルフリーザを生かすためのパーティー構築としては、威嚇巻いて、物理アタッカーを無力化できるランドロスとかオーロラベールを巻ける、アローラキューコンとかを搭載して、フリーザの積みの起点を作っていこうかなっていうところと、あとはフリーザが抜群で受けてしまう悪技やらゴースト技やらをカプレヒレとかポリゴン2でいなしていくっていうような構築になってます。あのガラルファイヤー、海峡に湧いてるガラルファイヤーとかと対面して、もうね、あの本当の神の鳥はフリーザだっていうことを、見せつけるかのごとくぶちまわしていきたい。では対戦行ってみましょう。はい、アイリーンさん対戦お願いします。ランドロス、ゲンガイルで、エースバーン、ウツロイド、ゴリランダー、カプレヒレといった並びなんだけど、これは、とりあえずエースバーンを、対面で殺すためにアーゴヨンが必須 でただ先発で出てこないと思うから、まあ、ゴリランダーあたりから出てくるんじゃねえのかなっていう気がしていて、そうなると、まあ、ゴリランダーに対して強く出ることができるランドロスかキューコンかを入れておきたいんだけど、そうですね、ここはキューコンから入ってオーロラベール貼ろうか。多分一撃で落とされはしないと思うんだけど、どうだろうかな。ね、怪しいか、物理耐久全然ねえから怪しいんだよな。これランドにしとこう。ランドにして、でガラルフリーザー、青ゴヨン対戦お願いします。相手はランドロスから来るのか。なるほど、相手もランドロスから来ていて色違いで、こちらもランドロス対面。そうだな、ここはまあ、この威嚇の発動順で相手の方が早いということが分かって、まあ、別にあの発動せずともこちらのランドロスめっちゃ遅いんで、まあ、こちらの方が早いん遅いんだけど、でちなみにうちのガラルフリーザーが、最速ランドロス抜きまで調整してあるんですよ。だから、ランドロスの上は取れるんだけど、まあ、取れるからとりあえずここはステロから入ろうか。まあ、相手はうわやべやべやべ、なんか普通に殴ってきてるわ。で殴ってきてるというか、なんかエース型のランドロスだった。これはめんどくさいぞ。これはめんどくさくって。で、こんなちょっとステロを撒いてる余裕とかはこれでなくなってしまうな。で、こうなると、いや、こうなると、いや、まあ、ガラルフリーザーでなんとかしようぜ。で、ここは、ランド、うわ、ちょっとどうしよっか。ただ、これ、ランドロス対面で相手こう突っ張る気満々じゃないですか。だから、とりあえず岩石封じとかでも、ちょっと徐々に削っていかないとやばい。ストーンエンチは全然一発耐えます。で、逃げき、命の弾だ。あ、やばい、これめちゃめちゃアタッカー型のランドロス。なんか最近にしては珍しいですね。なんかランドロスって先発で投げて石膏させるみたいな、石膏型のランドロス、トンボ返りで対面操作をしたり、威嚇巻いて相手の A を下げて、対面あの次のポケモンにつなげたりみたいな感じのとかね、ステルスロック巻いたり岩石封じ巻いたりみたいな形のランドロスが多い印象なんだけど、で、当然岩石封じが一撃入って S が下がったんで岩石封じ2撃目を入れることができて、相手のこちらのランドロスに対するストーンエッジは最大打点がストーンエッジなんだけど、まあ、当然ね、ストーンエッジってかなり命中率の低い、かなりというか、まあ、そこそこ命中率が低い技だから、そりゃ全発当てようなんて都合がいいことは起こらないよ。で、まあ、ここまでランドロスを削ってしまえば、まあ、あの後続の積みの起点としては、まあ、十分かなといったところまで削ることができていて、でね、ここはもう、ランドロスは確実に突破することができるし、とりあえずでしかも、いやこれフリーザーだな、とりあえずフリーザーなんだけど、A1 段階上昇の、ランドロスの技をフリーザーが素で耐えるかというと極めて微妙だと思うんですよね。だからここはもう、ダイジェットをいきなりから積んで、で、まあ、こいつをもうばっこり起点にしていこうぜ。ちょっと見てください、この美しい姿。もう神の鳥って感じするでしょ。いや、やっぱりね、そうガラル山頂のもう代表格はこいつなんだよ。ガラルファイヤーじゃない。で、当然こちらが上を取っているので、ダイジェットでランドロスを破壊。で、まあそこそこエース型だった、しかも命の弾を持っていたポケモンを破壊することができたっていうのは、まあかなりでかいかなと思っていて、
で、まあ、エースバーンをこれで素早さ的には抜くようになったんだけど、ただまあ不意打ちとかもあるからね、抜群を疲れるんですよね先制で。で相手はゴリランダーか。お前さ、ゴリランダーで殴り合えると思ってんのかな。なんで教えてくれ、なんで殴り合えると思った。グラスフィールドになってるんで、グラススライダーが、先制で打てるんですけど、いやただグラススライダー程度だったらもう大した火力にもなんねえし、これ大ジェット抜群だし、いやこのゴリランダー程度だったらもう絶対受けられないけど大丈夫。相手、おい相手もなんか大魔切ってきてんだけど、おかしくねマジで。ゴリランダーってさ、こっちのガラルファイアフリーザーになんかまともな打点あんのかな。もう絶対ないと思うんだけど。草技半減だし、まあ、地面技効かないし、じゃあなゴリランダー、おととい来やがれ。一緒な、お前はスタジオ入ってドラム叩いてろや。でゴリランダーも破壊。見てください、ゴリランダー角1ってやっぱすごいでしょ。大魔ゴリランダーごともうしっかり破壊し尽くしていける。いやもうこ足しか映ってねえんだけど、なんかもうちょっとなんかかっこいい姿映してくれたってよくないか。で相手はカプレヒレ、神の耐久ポケモンカプレヒレが来てしまう。でこいつはねマジでしんどくって、めちゃめちゃあの耐久性能の高いポケモンなんで、多分ねダイジェット程度だったら平気で耐えてくると思うんですよね。だからまあここはね大サイコで火力を底上げするかダイジェットを積むかなんだけど、ここはサイコフィールドにして、でそうだねサイコフィールドにすることでエスパー技の火力を底上げしていこう。大サイコかっこよかろう。あーんやっぱ硬いな、硬いで、あちょっと待って、あごめんなさい、すいませんマジですいません、マジですいませんでした。あ自然の怒り持ってるわ。自然の怒りは相手の、HP を半分にするっていう技なんだけど、ダイマックス相手に対しては4分の1になります。でこのここの俺サイコフィールドむっちゃ間違えて、サイコフィールドって地面に足がついてるポケモンはエスパー技の火力が上がるっていう副次効果を持っているんだけど、フリーザーは、飛行タイプが入っていて、で地面に足がついてないんで何の意味もないです今の。だからダイジェットが完全に正解でした。マジですいません本当に。これで負けたらマジで俺フリーザーに殺されても文句は言えない。でここ素早さが2段階上昇で、アシストパワーは能力上昇1段階につき20威力が上がる技なんで今60になってるんですよ。だから凍てつく視線の方が火力が高いんだけど、相手は特殊アタッカーでまだここは瞑想を積んでいく、盤面にあると思うから、ここは瞑想をしっかり積んで、瞑想って特攻と特防が2段階1段階ずつ上がるんで、これでアシストパワーの火力がさらに40追加されることになった。でこれムーンフォース程度だったら全然耐えるんだけど、これで C ダウンを引くのがめんどくさい。 C ダウン引かない OK で、相手はため残しの耐久型でしたね。 OK ここで行こうか。ちょっとねムーンフォー連打されてこっちの C ダウンを引くのがめんどくさいんで、今能力が全部で、こちら4段階上がってるじゃないですか。だからプラス80されてるんですよ。だから威力100のタイプ1技、これはいけるんじゃね。いけ破壊しろ。いやこの技なんか耐えられてね、おい。まあただ相手の打点は今ムーンフォで全く、打点にならないと判断して、相手は、ここで自然の怒りで HP を半分にしてくるという判断をしてきたが、これはもうしっかりと勝つことができましたね。いやこう決まるとかっこいいでしょ、かっこいいとか強いでしょ。はい対戦ありがとうございました。はいマッチングしました。シュンさん対戦お願いします。アーマーガー、バンギラスエーフィ、エースバーンブリザポスポリゴン2といった並びで、これは相手の先発が読みづらいがエーフィーから来る可能性もあるし、まあなんかいきなりからエースバーンとか来る可能性もある気がするな。でめんどくさいのがもう明らかに一番上のアーマーガー、あのカラスがめんどくさいから、だからカラスに、有利が取れるポケモンを連れていっておかないとまずいんだけど、どうしよっかな。で、バンギもやばいな。ちょっとなんかこれやばいぞ、全体的に。やばいから、とりあえずエースバン対策でアゴヨンが必須。でね、ラウンドでポリゴン2もめっちゃきついんですよ。ポリゴン2きつくって、まあ、とりあえずこれキューコンから入って、キューコンから入ってオーロラベールを貼って、で、フリーザーでなんとかする、アゴヨンでなんとかするってやるしかない。これ、やばくね？うわ、そのきついと言われていたポリゴン2から来てしまう。でただこれはねこちらが特防がむっちゃ高いんで、相手がダウンロードだとしても A が上がるっていうところがまあ唯一の救いで、まあ、かつ相手は特殊アタッカーなのでこちらのキューコンを、一撃で落とす技はないんですよ。で、
まあなんか言った通りになっていて、でここはねどうしようかな、とりあえずポリゴン2の突破が極めて難しいから、だからうーん相手何打ってくるかな、これさオーロラベールをいきなりから貼って、でもすぐあいつに交換しましょうか、アローラじゃねえわ、ガラルフリーザに交換しましょう。10万ボルトを打ってくる、10万ボルト、まあ、全然入んないだろうな。でこのダメージを見てどうしてくるかなんだよな、何してくるかなんだけど、いやここまあフリーザいきます、10万ボルトが入るの痛いけど、まあ耐久にそこそこ厚く育てているし、オーロラベールもあるから大丈夫だろう。はい、神の鳥ガラルフリーザ降臨、美しかろう。で10万ボルトがこれ抜群で入ってしまうので、これがどの程度もらうか、まあ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 といったところで、ただねマヒルとマジでめんどくさいからマヒルのだけやめてほしい。そして、ここは、いくらか瞑想を積みたくって、どっか適切なタイミングでダイジェット、ダイマックスを切ってダイジェットに切り替えていきたい。しっかりと瞑想を積んでいく、まだまだ、ただもうこれマヒルっていうなんか本当なんか運要素マジでやめてな。うん、トリックルームを積まれてしまう。あ、なるほど、これは殴られるよりむしろありがたくって、ありがたいありがたい。でトリックルームが切れる、オーロラベールが、なくなるよりも先にトリックルームが切れるんで、これはもうねそのターンまで瞑想を積んでおいていいと思う。でポリゴン2を引っ込めるってことはこれブリザポスですね、これはブリザポスが確定で出てきて、でこうなると、ブリザポスに1匹でもポケモンを突破されるとマジでめんどくさいことが発生してしまうから、でこれはマジで気をつけて立ち回っていきたいんだけど、ですねこれはね、相手が多分ここでダイマックスだと思うんだよ。であと3ターンでしょ、トリックルームだから。分かった、これは、ダイウォールから入ります。で相手のダイウォール、ダイジェット、ダイウォールといって、でトリックルームが切れたターンで最大打点の何かしらを打ち込んでいって勝ち。はい、当然相手はここでダイマックス、マスターボールに入ってるぞ。で相手はまあダイアイスを、これはもうダイアイスを打てばいいだけのゲームになってるから、なんかダイアイス安定で、オーロラベールがまだあるんで、おそらくねダイアイス一撃は耐えると思うんですよ、この HP 残ってれば。あと2ターンかな、オーロラベールがあと3ターン残ってくから、でトリックルームあと2ターンでしょ。 OK、 これは多分ね、ダイジェット積んで多分一撃、まあこれ耐えるかどうかのゲームなんだけど、さすがにオーロラベールあるんで、まあ、絶対耐えると思う。これ耐えなかったらもうやばいでしょこのゲーム。うわ、危ねえなマジで。まあ危ねえんだけど、いやこれはもう結局俺のこれ戦略勝ちになるくねえか。でこれで、ダイジェットを積むことで素早さも1段階上げることができて、でしかもむっちゃ入ったぞ。ってことはまあ相手の持ち物が突撃直帰とかではないっていうことが確定で、おそらく相手の持ち物がこれ弱点保険だと思われるんですよ。ブリザポスって弱点保険か突撃直帰かのどっちかでしょ。でこれはダイボール、はい、でこれでダイボールを挟むことで相手のダイマックスを枯らすことができた上に、このターンでトリックルームが終了するんですよ。だからこれで素早さの関係が元に戻ってフリーザーの方が早くなる、かつ今ね瞑想2回積んでダイジェットを一撃積んだ状態なんで、多分今ねアシストパワーの火力がもうえぐいことになってると思う。ちょっと能力上昇確認してみようぜ。はい、で5段階上がってるでしょ。でアシストパワーって元の火力20なんだけど、能力上昇1につき20上がるんですよ。だから今ね威力120になってる。いやこれはもうこれはもう絶対耐えられないでしょ、相手。誰だったとしても。あいーってか、おい、じゃあ、なんか、サンタってさせろや。はい、マッチングしました。花尾さん、対戦お願いします。カバルドン、カプコケコ、ゴリランダ、カップテテフ、エースバーン、真夜中のルガルガンかな。真夜中のルガルガン、久しぶりに見た。かっこいいっすよね。んで、ここは相手はおそらくカバルドンから入ってくるんじゃねえのかなと思ってて、でね先発で入ってきそうなやつが、まあ、上の3匹なんですよね。まあ、ゴリランダそこまででもないか、カプコケコか、カバルドンから入ってくるのではないかなと思っていて、で、その2匹に対して強く出ることができるランドロスから入るのがいいかなと思っております。いやそうでもねえかな、キューコンから入る方がいいだろうか。いや大丈夫か、これランドから入って、でランドから入ります。でそうなるとフリーザこれ絶対いけるんですよ。
フリーザはいけて、で、まあ、そうなると結局辛くなってくるのがエースバーンだから、だからエースバーンに強く出ることができるアーゴ4から言っといていいんじゃね。対戦お願いします。で、相手は想像通りカバルドンから入ってきていて、で、このカバルドンにあくびループを仕掛けられることがかなりめんどくさいんですよ。で、カプレヒレがいてミストフィールドを展開することができれば、ミストフィールドは状態異常を防ぐことができるので、あくびループを無効化することができるんだけど、今回はちょっとカプレヒレを連れてこなかったんで、まあ、ここはもうランドロスでかなりこのカバルドンに圧力をかける必要がある。で、ね、だから、まあ、ここは普通にちょっとね、最大打点となる地震をいきなりからかましていかないとかなりしんどいと思うんですよね。で、相手はここステルスロックあたりから入ってきてるんじゃないのかなと思うんだけど、どうだろうか。まあ、またはあくびだな。うわ、やべえ。あ、でもこれ一撃耐えると思うよ。うん、そうか、まあ、ランドロスがめちゃくちゃ多い環境だから、まあ、氷技を搭載してるっていう方か。了解。で、で、ランドロスはね、氷技が4倍なんですよ。ただ、いや、これはいいぞ。地震を逃げ切れることで、カバルドンを、まあ、次のガラルフリーザーの技で突破できる圏内まで入れることができるんだが、まあ、おそらくお盆の実あたりの回復機能を持ってる気がする。あ、持ってねえ。あ、しかもなんか外れたんだけど、なんなので、いや、これさ、いや、カバルドンを突破してしまっていいのかなっていうところなんだよね。いや、これさ、次の積みの起点にしたいんですよ、ガラルフリーザーの。だからここはあえてステルスロックでカバルドンを突破しないことによって、まあ、ここでカバルドンの攻撃でランドを退場させて、で、確実に、あいつのね、ガラルフリーザーの積みの肥やしになってもらう。ほんで、相手今 A が1段階下がっている状態だから、だし相手のメインウェポンとなる地震が通らねえしっていうんで、積みの起点な気がするんだけど、ただ相手はあくびがあるから、ね、だからまあここはもうダイジェットかな。ダイジェットですね。ちょっと瞑想積んで、あくび入れられるとめんどくせえんで。はい、ここで、まあ、ダイジェットで当然カバルドン突破、ね、カバルドンは防御がまあクソ高いポケモンなんだけど、特防はゴミみたい、ゴミってほどでもないけど、まあ、大したことないんで、このように簡単に突破することができて、まあ、ちょっと残り HP のポケモンに言うセリフじゃねえが。で、まあ、エースバーンとかが来ちゃうとめんどくさいとは思っている。で、エースバーンが来てしまっていて、ただ、S が今1段階上がったことによって、エースバーンの方が早、あ、エースバーンよりこちらのガラルフリーザーの方が速くなったんですよ。だからで、不意打ちでアクタイプになられると大サイコが無効化されるんで、エスパー技無効なんで、まあ、ここは普通に大ジェット安定かなと思ってます。相手もダイマックスを切ってくる。で、まあ、大ジェットをこちら上から殴っていくんだけど、なんかまあそこそこ硬えな。なんだ、相手多分なんかそこそこ耐久に育ててあるタイプだと思ってて、で、あと、まあ、そうなるとフルアタっていうか、その A 特化じゃないダイアークだったら多分耐えると思うんだよね。一撃、そうだよな、一撃耐えます。で、相手はまあ、エースバーンって基本的に、そうそう、あとね、これ勝ち気なんですよ、勝ち気。だから相手がこうやってダイアークを打ってきて、で、ダイアークは特防を下げる副次効果があるんだけど、このように、そう、ここ特防が2段階上がったことで、これエースバーンもしばけるようになったんじゃね。そうで、ダイウォールが基本的にエースバーンってないんですよ。まあ、なんか気持ち悪い方のエースバーンだったらあるんだけど、なんかね、その気合いだめとか持ってる。これエースバーンもしばけるフリーザーで、そう、おととい来やがれよマジで。エースバーンじゃねえんだよこの環境は。レスティンピースエースバーンで、ああ、そう、もうこのエースバーンじゃない、このガラルフリーザーだから、足しか映ってないのマジでやめてあげて、なんかちゃんと全部映してあげてほしい。で、テテフが来てしまう。カプテテフか。ただ、まあ、これ素早さがもうむちゃむちゃこっちの方が早いし、まあ、これは負けはしないと思うんだけど、で、あとね、サイコメーカーって、エスパー技の火力が上がる 1.5 倍になるんですが、地面に足がついているポケモンに限られるんで、ガラルフリーザーは飛行タイプが入っていることによってその恩恵を受けることができないんですよ。で、これはさ、あ、暴風を当ててくれるんだったらいいんだけど、で、今ね、ちょっと能力上昇値見ましょうか。やばいやばい、5段階上がってるから、120になるんだよね、アシストパワーの火力が。で、暴風の方が入るな、全然。いや、これ暴風当ててくれ、当てて勝とうな。
みんなで勝とう。暴風じゃあな、カプテレフ。ごめんなカプテレフ、好きだけど。いやもうエースバーンも借り尽くせるガラルフリーザ、まあ、こいつがもうガラル山頂の頂点、こいつがトップオブザトップです。はい、対戦ありがとうございました。よかったら概要欄に育成方法とか掲載してるんで参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。